羽ばたけ前に10歳、整形手術に失敗しました。もう無理、限界。動画を撮るのも命がけです。逃げ出したい。前がどんな顔になっても応援してくれる人だけ見てください。この動画の高評価よろしくお願いします。先日、埋没法で整形をして、眼形下垂、眉下の皮膚の切除、目頭切開というフルコース、美容外科のアップセルにまんまと乗っかりました。私は美しくなければ生きれないと思っていて、あと5ミリ鼻先が下を向いていたら、二重幅が広がって小鼻が薄かったら、鼻下の陣中が短くて歯並びが綺麗だったら、歯も矯正してます。考え出すとまるでキリがありません。自分の顔面で好きなパーツなんてなかった。こんな顔では生きていけないと本気で痛感しています。私は自分の容姿についてひどく馬鹿にされたり、いじめを受けたことなどはありません。きっとその理由は気が強い性格とか、どこか一つを馬鹿にするには、実名を習いの顔だったというところかもしれない。強いてあげるならもともと一重まぶたで、目つきが悪いので生意気そう、不機嫌そう、睨んでいるのかと言われるくらいでした。高校生の時私は毎日デパートブランドのスキンケアで肌を整えて BB クリームを塗って、二重まぶたを作らないと外に出れませんでした。可愛くなって好きな人に振り向いてもらいたい。女性なら誰もが思うこと、恋はただでさえ苦しさや切なさが伴うもの、その上嫉妬心ややるせなさに、どんどん自身の心の弱みに向き合わざるを得なくなる。辛い恋を経験したことのある女性なら、わかるのではないでしょうか。美人にならなければ振り向いてもらえない。元彼女やライバルに勝つためには、今より可愛くなければならない。また人は外見ではなく中身だという理論に反して、美人なだけでイージーモードを歩む女性たちを、目の当たりにするたびに顔のせいで、損しているのではないかという苦悩がちらつきます。人を羨む気持ちや嫉妬心が自分を苦しめていることも、自覚があるからこそ悩みは一層深刻になっていき、前は整形手術をしました。手術当日初めは正気麻酔という、吸引系の軽い麻酔から、点滴の静脈麻酔をしてすぐに意識がなくなった。ひどい眠気と看護師さんの終わりましたよという声で起きました。あ、ようやく終わったんだと解放された気持ちになり、だるい体をなんとか引きずって、燃えるような鈍痛に耐えた。直接目が痛いのではなく、ひっきりなしに頭が潰されるような痛みでした。こんな辛い思いをして、綺麗になるために生きていかなければならないのかと。絶望が愕然。手術が終わった次の日、朝目が覚めて歯磨きをしようと洗面台に立った瞬間、鏡を見たら信じられない光景が目の前に、顔が急激に腫れ上がって、巨大なイボができていました。最初は回復するまでのダウンタイムかと思いました。美容整形は圧倒的に失敗されても泣き寝入りになる。というパターンが多く基礎ができません。やってくれたな、院長よ。綺麗になろうと思ってやったのに、彼氏に振られちゃうよ。あ、彼氏いないんだったって。こんな顔やったら友達にも会えんし、ショッピングにも行けんし、彼氏もできないし、ナンパもされないし、私はどうやって生きていけばいいんだ。もう変人だもんね。今日。悲しいね。ちょっとお前がチューしたから、こんなになっちゃったよ。私だったら友達のこと、大丈夫だよ。きっと治るよって励ませます。何あいつって鍵で言うやつなんて、いっぱいいるんですよ。目も下に下がってます。眼形下垂です。こんなのもうどこにも遊びに行けない。明日から学校だっていうのに。私、整形から今日帰ってきたんですけど、家族とはまだ一度も会ってません。もしお父さんお母さんお兄ちゃんがこれを見たら、娘妹のことをどう対応してくれるのか、検証します。もう最近みんなからの愛情不足だからさ、まあこれいつも言ってるけど、やっぱりみんな最近毎日冷たいんだよね。だからちょっとぐらい心配してくれないと毎日ちょっと寂しいよね。これでお母さんが早く前病院行く、車乗りなさいって言ってくれなきゃ、まゆちゃん本当に悲しいからね。ということで、お父さんとお母さんとお兄ちゃんが帰ってくるのを待ちたいと思います。このままだったら彼氏も一生できないし、結婚もできないし、新しい遺伝子を産み育てることもないわ。それでは行くよ。次、車の音が聞こえた、帰ってきたぞ。準備します。まゆちゃんはね、まゆちゃんって言うんだ本当はね。だけど今ついてるから、みんなにまゆちゃんって言われなくなっちゃった。まゆちゃんだよね、まゆちゃん。うわー、なんだか出てきそう、汁みたいなブシャーって出てきそう。まゆ汁ブシャー。母ちゃんの車が帰ってきました。世間のみんな、この顔見て、どれだけ醜くても前のこと好きでいてね。早く戻らなきゃ。お母さんが帰ってくるまでうつ伏せでいます。会話が始まった瞬間にこの顔を上げます。ただいにゃん。ただいにゃん。ただいにゃん。別に眠くないよ。何こんなうつ伏せにこうやっておるの、うん、こんなことしとるの。なんか光を閉ざしたくなっただけ。まゆ、ちょっと今やめきねん。成人式の泳いで大変な。ちょっと死にそうになってしもうた。ここに白がいっぱいあるよ。え、撮る、撮って。人生嫌になってきた。みんな前のことやっぱ好きじゃないかなって。え、ママは前のこと大好きやよ。世界一好きやよ。そりゃ親やから好きやろ。もんで意外ね、親に愛されとる子でもんで意外ね。他に誰に愛されたいの。周りの人に愛されないと前はやっていけないよ。この人すっごいやばいことになってん。何やった。でもこれママに見せたくないねん。見せたくないってどういう意味や。何を見せたくないことなの。嫌なことがあったんか、見せたくないことなんか、どっちや。嫌なことでもあるし、見せたくもないし。ごめん、ママ前のことを、うん、いつも可愛い可愛いって言ってくれるけどさ、うんうん、
って言ったやん。数日前から入院しとったやん。ママに前、埋骨手術していいって聞いたやん。で、ママ了解してくれたやん。そのまま返されたんね。なんか多分ダウンタイムやと思うねんけど。もう一回病院行ってこいって。治るって言われたもん。治るなんてそんなもん。どうやって治るのその顔が。それ一体どうなっとるの、なんでこんなになったん。その顔はちょっとひどすぎるって。前は前のままでよかってんって。整形なんてするなって言ったやん、最初に。それはあんたがどうしてもって言うからよ。なにこれどうなったのちょっと見せて。すっごい腫れとるのに痛くないの。一緒に病院行ってこい今から。やだもう行きたくない。ちょっと待って、ママおしっこ我慢できんし、ちょっとまずトイレ行ってくる。お母さんすごく心配してくれてるようです。で、まえちゃんまだまだはめるよ。あちゃ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 。そんなもん、ちょっと待って。おしっこせすっきりさしゅうけど、もう一回病院行かなかったら治らんよ。じゃあ明日にしよう。明日じゃないって一日も早い方がいいやろ。舞の可愛い顔がこんなんなってしまったらママもう耐えられんわ。みんな不細工やと思っとってもママが可愛いと思っとってそんでよいねんて。あんた成人式もあるやん1月に。もう忘れとった。こんなんで着物着れんよ。さっかり痛くなってきた。どこどこのやってんて。長宗我部クリニック。怪しい名前やな。訴えてやる。そこの病院。何やその変な名前。大事な前にこんなことして1コンボ2コンボ3コンボや。ママが舞を守ってくよ。大事な娘やもん。舞をこの世に授かった時からこの子一生守るって決めとるもん。お母さん生きてく上でどうすればいい。もうお岩さんになってしまったあんた顔は。一回病院行って綺麗にしてもらえるってこれは仰天ニュースケアはこれ。パパ呼ぼうか。今どこにあるの。今自分の部屋。舞の顔が大変なことになったし、ちょっと来て。早く来てやすし。こんだら離婚やぞ。何やってんや。やすし、やすし、何やってんや。おい前が大変なことになって。どうしてどうしてんや、ね、びっくりしんどいてや。ああどうしてんや。前見せれる、見せられる。見せるしかないや。パパに見せられる。うん、今日帰ってきたらこんなんなっとってや。ああ何やこれ。大丈夫なんかよ。おい目見んがいよお前。なんでこんなんなって。でも正常な経過って言われたからそんなもんやと。正常じゃないと思うんこれ。どこの検査機関行った。調査壁クリニック。治る範囲じゃないやろ。開けてきたみてやがいよお前。痛い幅広げたくて。ああヤスシの力でなんとかしてよ。いや俺の力じゃなんとかならん。俺は医者や。どうしてくれよ。俺賠償するよ賠償。失敗することも前提で契約しとるんけ。そうやと思うよ。前にお前整形許した。どうしてもしたいっていうもん、まあ、自分がコンプレックス持っとるんやったらそこに自分の顔好きなのに変えて楽しく生きてってもいいなと思って、まあ、俺は整形反対じゃないよ。あろ、もしも治らんかってもママとヤスシで守ればいいやろこの。おいお前ちゃんとした病院なんで選べんでんで。そんなちゃんとした病院かってどうかってわからんわよそんなもん。なんでママのせいにするねんて。お前のせいにしろ。ママのせいにするの。お前のせいや、サビのせいや、お前。あとヤスシ、お前いつもママのせいにしておかしいやろ。私のせいや。あ、分かった分かった分かった。今はそういう場合じゃない。当てつけんといて。そうや。腹だったら1、2、3コンボや。3コンボ、4、5、6コンボいて。なんでも昔からママのせいにしてこのうち毎年言ってくる。離婚や。ピノとリンも連れてくしな。量だけパパにあげる。いらんわ。このままやったら私幸せと言って。うわぁ、ちょっと待ってよ。離婚届取ってくしな。また離婚届けさ。じゃあママのせいにすんだよ。もう10回目やんけ。どうぞどうぞどうぞ、落ち着いて。私馬じゃないから。馬や。馬じゃない、私牛じゃすないや。そんな冗談言うとる場合か。ヤスシのことは愛しとるけどもう、あ、うんざりや。高本技研がうまくいくための3か条を言います。第1、ママのこと大好きって1日に1回は言う。大好き、ママ大好き、さき大好き。第2、たまにはおせっせする。はい、せっせせっせ、おせっせ。第3、1週間に1回外食する。つうかフード取れ。あ、離婚なんてそんなこと言うとバレてねえで。今現時点のことまよけろ。ちょっとこれ前や。もう帰ってきた。やっと来た。りょう、りょう、ちょっと待って。大変なことになって。何があった。整形手術失敗してん。誰が整形したん。前。うわこれ急に腫れ上がっとるよ。なんかの水ぶくれみたいな。ただれとるやろ。前言ったやん夜中に。ちゃんとした二人になりたくて埋没してくるわって。俺嘘やと思っとってんけど。いつ手術したんそんな。目なくなっとるやん。お前起訴しろや。お母さんこれどうすんの。だから病院行こうっつってる。じゃあ触らして。痛い、触らんといて。俺ブサイクなんて一言も言ってないよ。言ったお前に。いつも俺いつも可愛いしか言ってないよ。なんでオタフクみたいな顔しとるちたいねん。そうや、全部お前のせいや。ジャパニーズジョークじゃんや。というかお前が整形してこい。まあ整形は悪ではないよ。整形するするって口だけで言ってみんな普通死んやん。そうなの。でもちゃんとした病院なんで行かせんだ。これどこから腫れ上がっとるん。ほっぺた、まぶたから来てると思う。整形の一番の原因何やったら。好きな人おったとかじゃないの。好きな人を振り向かせるためにやったんや。痛い、痛くなってきた。救急車呼べって。顔痛い。何やったらすぐ
いたいな。大丈夫か？なんですぐ解除死んだ？なんでママのせいにするな。だってこんな顔になっとったら普通すぐに中央病院連れてくやろ。救急しかやってないって。なんで日曜日やっけ？日曜やったら病院やってないやん。バカじゃねえか。救急でしかやっとらんげんって。整形外科に行けばいいな、それとも緊急のとこ行けばいいな、どっちや？分からん、ママも分からん。これ潰れたらさ、なんか感染しそうや。お兄ちゃん今からネットつけてあげるな。俺が今から応急処理してやる。だいぶ楽になったやろ。楽になる。そんなんで楽になるかいや。痛くなったもっと。巻くもん巻いとこ。いやだ、それ自分の手に巻いとる。なんで巻いてしまったよ。緊急治療院行くぞ。連れて行くぞ。緊急治療院、緊急治療院行くぞ。これで外出たくない。出てこないで外。車の中で死んないね。お兄ちゃんが隠してるの。いいって、お前が変わるの。ヘルパイ、あお前道気をつけろ。お前は病院に送ってくんや。いいって。あ財布忘れたぞ。なんで財布忘れた。あれや、お前それじゃ緊急治療院受けれんやんけや。持っとらんが。持っとらんよ。保健所も持ってこんだ。お戻れな。お前保健所も持ってこんだって。とりあえず戻っていっかい。あんたたち前を助ける気持ちあるんかい。俺はいね、あんたにはあるわいね。お前保険証持ってこいや。気をつけて、こんなら潰れるかも。待てや。何やってるのお前は。何しとる。お前顔から未来やり。何しとるお前。お前やばいかお前。おい顔まぐるって。何未来やり。何しとるやん。何未来やりって。顔は剥がれとるやん。何中からスポンジ出てきたお前。おお何それ気持ち悪い。実はこれ特殊メイクです。何やってるお前。病院行かんのやろ。気持ち悪いこれ。いやー、何見せ見せ見せ。前の顔剥がれた。お前炎症起こすって。は運動量なんか。特殊メイクつったやん。誰にしてもらったん。有名なメイクアップアーティストにやってもらったの。どこにおれそんなやつ。え、もう帰っちゃった。はぁ、みんなが来る前に午前中に来てたんだ。じゃあ嘘やったもん。そんな人は取ったんね。何しとんげんって。親心配させんなお前。ママもどんだけ心配したか。お前前最近みんな前に冷たいなと思って。冷たくないわ。ちょっと蜂の巣とかやられて前本当にうざかったよ。いやちゅうかママもされたもんねんけど、さらにあんたにもされるんけ。そうだよ。おかしいよね。お母さん前に整形外科行かせん方がいいって。てかお前これいくらしたメイク代。10万円。はぁ、どこからそんな金持ってきた。お兄ちゃんの小坂下ろしてきた。これも動画のためさ。言っていいけ。やっていいドッキリとダメドッキリあるねんて。これやっていいドッキリ。ダメやわ。親の気持ちをこんなやって遊んだらダメやろ。お母さんどんだけ心配しとったと思っとるんて。これでお前救急車呼んだらどうしよった。お前税金の無駄遣いやぞ。そんなことはさせんかったよ。119に電話かけるんやったら前もう剥がそうと思っとったから。もう車行く前に剥がせやじゃんお前。だって緊急治療院行こうとしとってんぞ今。面白かったんだもん。あなたたちも股間から生まれてきたもんね。お父さんのチンポコから出てきたやろ。パパの精子をママのお腹に入れるやろ。だからママの卵子が精子と合体して子供が生まれる。保険体育の授業か。それでは皆さんも特殊メイク10万円払ってやってみよう。マリノドーナツ。お母さん、お母さん大丈夫やった？さあ、笑んといて。この度私初めて特殊メイクをしていただきました。前も坊主はやったことあるんですけど、傷メイクは初めてで、すっごく楽しかったです。なんか、うん、そう、すごい短時間だったの。短時間だったけど、すごく楽しかった。儚い壁にぶつかっても何とでも立ち上がる。栄光の先に希望の光満ち溢れて